変異株 PCR 検査本日実施しましたところ一例の陽性が確認されました三重県は昨日すでに感染が発表されていた県内在住の男性から新型コロナの変異ウイルスが確認されたと発表しました男性は今月中旬に発症し発熱はあるものの重症ではなく海外への渡航歴や不特定多数との接触はないということです 現時点ではどの国に由来するウイルスか分かっておらず、県は県対応国立感染症研究所に送り、詳しく調べる方針です。一方、岐阜県でも新たに10代の女性が新型コロナの変異ウイルスに感染したことが確認されました。これで岐阜県内の変異ウイルス感染者は10人になりました。女性は今月10日に変異ウイルス感染が判明した60代女性の接触者だということです。